片手が結構大変で、視聴者お前だお前、やっと言えましたね。どんだけのことされてきたか、もうめちゃくちゃ。ほうで始まりました。モチスチャンネル。はい、松丸さんにおいでいただきまして。はい。いやー、例えば結構大変で。そうみたいですね。まあ一応ね、銀行出身なんで。銀行出身でかつ、会社倒産寸前まで行って、僕は買収された側ですね。そうですね。だから、ただ側の人間のような経験はしてはいますね。そうですね、金融関係で。ただいまの元社長も同じ銀行ですから。あ、そうですね。はい、MUFG の、はい。そうですね。まあ、役員たちもそうでしたから、ただいまはね。そうなんですね。はい。まあ言いたいこといっぱいあると思うんで。そうですね。もうたくさんあると思います。まあいろいろ近場で見て、た方だったの で、ね、僕の状況をまずはですね、森田さんが電撃的に辞任せざるを得なかった時に、はいはい、視聴者お前だお前、森田さん批判者だろ何も悪くない、もう、はい、森田さんは本当にもうただの報酬で莫大な時間と労力かけて、はい、あんだけ短期のチャンネルを飛ばし、本当にこう骨を削ってやってらっしゃって、でもどうしても辞めざるを得ない、辞めさせざられた環境があったわけですよね。 そのなりの果てがこれですよ。やっぱね、批判しちゃダメですよ。やっぱいい授業をするってことは、その魂がこもってるわけだから、その人が辞めるってことはなんか大きいね。視聴者には分からない、大人の事情で言えない、あれも確か秘密保持契約巻かれてましたもんね、言っちゃいけないけどね、はい、だから本当ダメですよ、簡単にね批判したらね、うん、これは最初に言いたい。そういうのでね、誹謗中傷で、ね、大変なことになってる人たち毎年いるんですね。学ばないっす全然、はい、あれはやっぱり何かしら法整備しないといけない時期かもしれないですよね、うんうん、ね、それは本当に思います。やっと言えましたね。はい、やっと森田さんが決して悪くなかったどころか、はい、被害者だったと。そうね、でも言えなかったんですよね、あの時はね。そうそうそう、意味わからないですよね。森田さんが再生数上げれば上げるほど、ある方が、いや俺の動画の方が低いから、これなんか訳のわからない時間帯に出せみたいな。そうそうそう、ね、朝6時に出してた、初動伸びん6時大変だった。それってもう局所的なことしか見てないじゃないですか、はい、だってそれってただ指全体にとっては良くないことで、株主でね、要は自分の会社、要はただ指全体良くなればいいのに、森田さんの再生数がとっつってそう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 、うん、頭おかしい。やっぱもね、細井さんおっしゃってましたけど、教育業界の教師たちってやっぱアホばっかかもしれないね。あ、まあまあそう言ってましたね、うん、ちゃんと世の中のこと分かってない、はい、それで騙されちゃう、まあやりがい搾取みたいなね、はい、感じで、そうですね、騙されちゃう。まあ確かにね、口がうまかったんですよ。そうですね、この動画に森田さんの「ただ夢やめます」っていうマーケティングチャンネルの動画のリンク貼って見てほしいです ね、 ですね。みんなその時の批判コメント見て感想をね、これがまず一個言いたい。はいはいはい、はい、そうですね。松原さんもね、動画出して、はい、ね、僕も結構言われましたけどね、はい、あの時ほど視聴者を憎んだら言わなかったそうそう、まあいろいろあったんですけど、本当にね、これかと、真実はこれなのにみんなこういうふうに見えちゃう、まあ仕方ないけど、そこまで言うかって、ここまで頑張った人に対してと思いましたね。すごい状況でしたけどね。僕はまあいずれ、まあ見返してやるんだ的なものはあって、うん、そもそもこんな状況で自分が死んでいくというか、まあまあまあね、まあ、文字通りに捉えなくても大丈夫ですよ、いろんな死んでいくがありますからっていうのはもうありえんと思ったんでね、うん、そうですね、わけわからん。いやそうです、言うなっていうのはね、もういろいろ言われてて、ね、まあ、最後に出ていくときにも当時の社長にはこう絶対言わないでくれと言われたし、ね、言えないんですかって僕も聞きましたもんね。そしたらもう契約書を、ね、交わしてるっていうね。 それで、まあ、もしやるんだったらこっちも戦いますからねみたいな感じで言われて、うん、で出ていくんですよね、うん、あれはタダ呼び解説して半年ぐらいでしたっけ。そうですね、でその後も弁護士とかと会う時があるんですけど、その時は僕じゃない方の方のことをね、元社長も信じてて、はい、僕は常に嘘を言ってて、っていう風に吹き込まれてて、だからだってあれ確か2週間ぐらいで10万人来ましたよね。もうそう、ポーンってやりましたね。完全に森田さんの功績だもんね、はい、しかもサムライパートナーズさんともね、もしかしたらいい話進められたかもしれないのにっていうのもありましたしね。それで僕入ったわけですから ね、 それしかも入江さんがツイッターで言ってましたけど、入江さんが考えた文言をそのままプレスリリースに流したっつって、はあ、それでいて入江さんと手を組まなかったっていうむちゃくちゃなことしてましたから、やばいですね、とんでもない。でも逆に言えば、まあ早々とそこはね、もうあの半年で辞めれてよかったのかもしれないけどね。まあそうですね、今逆に、ね、不幸中の幸いだったのかもしれない。とんでもない炎上でしたけど ね、 ねすごかったですね。毎日投稿も初めて止まりましたからね、すごかったんですよ。すごかったですね。僕の方にも結構来てましたね、はい、うん、森哲さんを擁護するのはおかしいみたいな、はいはいはい、お前も同類かみたいなおぉ、そうだ、そうそうそう、まともな人だから同類です、そうです、やばかったですね、あれはね。そうですね、
でこんなね裏でちょっとこうなってたっていうことね、うん、あれがゆえにじゃないですけども、うん、これもうやっぱりすごくね昨日の動画でしたっけ、はい、あの売り上げが800万しかないのにコストが2億2000万、はい、もうこれ悪質極まりないというか、これ普通に金額も億超えてるし、はい、刑事事件なり得る可能性あるんじゃないですか。そうです。だから僕はその前から言ってたんですよ、だからえげつないと、裏で行われてたことはもっとえげつないんですよって言ってて、ほんの一部しかまだ出てないって言ってたのはこういうことなんですよ。えげつないで難しくて、まあ額を億で出せば凄さはなんとなく伝わるじゃないですか、うん、でもなんとなくなんですよね、子供たちに分かんないんですよ ね、 そうですね。青汁おじさんが、青汁おじさん、青汁おじさん、青汁おじさんが確かあの警察に捕まって確か脱税が1億6000万とかですね、はいはいはい、だから1億6000万よりも2億2000万の方が多いですよねでもしかもあれは潔白だったわけですよね、まあ、うん、実際ちゃんと税金しっかり納めた上で、あの方が国にフォーカスされちゃったからそうなったのであって、うん、ちゃんとねそこは弁済されてると思うんですけど、うん、いやそうです、今回のジャダイムの人たちは逃げ切ろうとしてますね。そうですね、だからすごいことなんですけど、こするなとかっていうね、他のチャンネルでも言うんじゃねえみたいに言われてますけど、いや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 、どんだけのことされてきたか皆さんはやっぱ当事者じゃないから分かんないと思いますけど、いや当事者からしたらとんでもないんですよこれも。でも今もあくまで公表されてる情報をもとに話してるだけ、ね、そうですそうです、決算書なんてね、はい、見れるわけですからね、うん、だってそもそも5億5000何百万でしたっけね、5億6000万のその出資金を6年で使い切ってた、すごい、まあ、令和5年ですけど、うん、令和3年の時点でなかったと、でゼロの状況でない状況でその令和4年入ってで2億2000万使ってたんですよ。それは借り入れしたんですか。借り入れもしてますね絶対ね、はい、もうめちゃくちゃじゃないですか、まあ、まあ銀行から借り入れたのかその辺は分かんないですけど、うん、まあその元社長自体は会社いっぱい持ってるんでその中から出したのか分かんないですけど、このまま普通に考えたらね計画倒産で逃げ切りですから、うん、でこれだからまだ言っちゃいけないのがいくつもあるんですよ、今後の事業買収だったりとか、はい、動画を守るためにまだ言えないこともいくつもあって、うん、ああそうだ、まだえげつないんですよ。でこれをね見てなんてすごい会社だったんだ、やばいことしてる会社だったんだって思ったかもしれない。もっとひどいから、もっとひどいんですよ。ちなみにこれ P かもしれない、はい、それはですね、いやだから計画倒産だと思ってますよ僕も完全に、はい、ひどい、完全に僕借金まみれで本当に返せなかったんですけど、はい、逃げはしなかった、埋められました砂に、ね、僕の場合はその債権の一部がちょっとホワイトの方にも、まあ、僕は返せなかったから、はい、しびれを切らされた、お金貸してくれた人がその債権を他の人に売ってしまって、で当時僕も結構ねまだ不幸だったんで、お前本当金持ってんだ、あ隠し持ってんだろって言われて、持ってませんじゃちょっと来いって言われて、大変だと思うんですかね、5人ぐらいであの僕埋められてですね、砂浜に、はい、桃地浜っていうところですかね、はい、夜中に、はい、動画出したら嘘だってすげえ書かれた。で当時の僕のメンタルはお金返したい、でも返せない、見たいって気持ちだったんですね、うん、だからこのまま殺されてもいいのかなっていうぐらいちょっとメンタルやられてたんで、普通に埋められて普通に浜っていうでかいね、ここまで来たんですけど、踏むぞって、踏んでください、何もないんでっつって、うん、でその後は本当ないんだなって言われて、うん、男5、6人で抱えられて僕の股間見てですね、うん、漏らしてないやつ初めて見たわ、お前本当に持ってないやなみたいな、あと結構肝座ってるねって言われて、いやいや普通に諦めてたしみたいなまあそういうこともありましたけど、結局僕の場合はその後ちょっと大きい塾のオーナーから支援を受けて買収いただいて、なんとか再建できたんで、まあ死ななければ何でもできる、逃げなければなんとか道は切り開ける、そう思ってます。メンタルそうで、電話バンバンかかってきて、でもガンガン来て大変だったんですよ、もうね取り立てが、はい、最終的にはね連行されましたそうだから普通の会社でも取り立てに来るの怖い人になったりしますから、そうです、全然ありますよ、皆さんが使ってる普通の会社でも。いや僕だから倒産した会社事業買収やってるんで、一回その人が全部未払いで、もう普通の会社ですけど、あのめっちゃ怖い人に変わりました払えやみたいなになって、いや払えって言われても、うちがやってたわけじゃなくてその前の人たちがやってたものだから、はい、払えと言われてもそっちに行ってくれって言って、まあそれは破産管財人でやったのかなのか分かんないですけど、本当にありますよね今でも。まだありますから、その買収劇的なものが済んだらですね、お話ししたいと思います。まだまだいろいろ動いてるんで、まあこの後あの総先生来るんで、なんか話ができることあれば動きますんで。そうですね、はい、まあ最終何かあった時に、はい、やべえここまでこうなっちゃったってなったら、多分リーサルウェポンとして呼ぼうと思いますので、はい、助けてください、はい、待ってるよって感じもうそうなんですだから細井さん行って、はい、まあとりあえず細井さんの段階でなんかまとまってくれれば、何かがあった時にね、麻生先生いて
ってるじゃないですか。だから段階がこうあるんで、もうなるべく細井さんの前段階で物事が片付いてくれればいいなと。そうですね。そのただ呼びの、まあ、刑事事件にしてとかっていうのも考えはするんですけど、家族を知ってるんで僕は、だからあんまりそれを考えるとしたくない。それぞれの家族も知り合いだからっていうのが、そこが実は大きいんですよ。僕はもう逆にそこまで親密な人たちをこうやって裏切ってるっていうことで、もう僕はもうアウトだとは思いますね。やっぱり優しいんだと思います、うん、思い出さんの方がはるかに。僕だったらやっぱりそこはもうスパッといくと思います。あ、逆に、うんうんね、はい、伝わったりしました。はい、という感じで、まあ、いろいろね、ちょっと例えば関係の動画が多くなって、こするなこするなって言われるんですが、まあその時にお世話になった人ですからね。いやいやいや、あの時に言いたいけど言えないっていうのをね、そう、はい、よし、共有した仲間ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。